排水ではないです。前回に引き続き全日本学生ドリフト王座決定戦の東大会に来てます。今ねちょうど開会式中なんだけど、東大会は2日 2day にわたってやるので、それをメカニック TV でお送りしていきたいと思います。先生、我々選手一同は学取り精神になっとり、全力で戦い、正々堂々とこの2日間を楽しみきることを誓います。クラッシュしちゃってたんだよね。こんにちは。治った？あ、治りました。何がダメだ？何が壊れちゃった？もう何がダメって言われてもラジエーターに穴開いてて。え、ラジエーター交換したの？はい。もうたまたま友達が持ってたんだ。純正のやつ。動産からアルミになっちゃったんですけど。前からそうだったの？一音量が混んでつかなかったんで。うん、これ急遽。ステーとかの位置も違ってたんで。うん、見て見て。普通さ、これここなんかステーみたいなのついてんだよね。けど急遽他の車のラジエーターつけたからステーが合わないっつって。今んとこ別に問題なく走れてるんだ。まあそうっすね、問題しかなさそうだけど。足も全然。よかったね。救いだね。避けてるぐらいで、何も走りに影響出なかったんで。今年最後学取り。あ、そうです。最後だからこんなんでも出てほしいね。だってぶつかった方はもうクワガタみたいなし、ね、今日箱買いして明日来るらしい。あ、そうなんだ。しかも仲間ちだったんで、はい、せめてもの救いだね。でも他人、まあうん、たでもまあ間に合うんでしょ明日、はい、それ明日見よう。ポイントで大丈夫ですか。はい、2日目始まりました。2日目は昨日落ちちゃった子たちの敗者復活戦からスタートです。ガッシャン言ったけどガッシャン言っちゃったけどね今。学取りだと思います。
申し訳ないんですが、あ、ちょうどあれがあると嬉しいな、パイロン王子。学取り名物。パイロン王子です。パイロンは1位になれたんですが、本戦の方は？な、11億位ぐらいでしたね。ベスト8には残れなかったらしいです。今からベスト8なんだけど、もう走んないんだもんね。で、今までの順位は？最高で15ですか。あ、じゃあ今年ラストで最高。なんでパイロン王子と結構練習した？今年はしてないです。全く。あ、4回目だからもう最後だし、ぶっつけ本番みたいな。じゃなくて練習する時間とお金がなかった。でなかなか行けなくて、結局なんていうんだろう、当日になっちゃったみたいな。じゃあ車のポイント、あ、後ろもこれ自分でペンキ緑で塗ったの？見てください、これ中も自分で塗ったの。これ結構前ですけど、もう汚くなった。ハンドル切れんのって感じだよ。ギリちょっとでもしたらタイヤが擦れちゃいそう。すごいね、これ裏もすごい運動。ここ外すのは結構早みんなやって、まあ、タイヤ当たったらね、タイヤなくなっちゃうもんね。あれ自分でやったの？あ、そうす。なんかすごい思いつきでペンキがたまたま置いてあって、あーみたいな見てたら手が動いててでも結構3年ぐらい前なんですけど、持ってる方だね。結構気に入っちゃってで一回塗り直したんですよ。ペンキだって、ペンキ普通はペンキで塗らないんだよ。エアガンとかで塗装するんだけど。ローラー？ローラー？ハケですよ。ハケ。え、この中もハケ？中もハケ。86エンジンにハイカムとハイコンプでノーマルコンピューターですよ。どこでいい？自分でやるんですけど、あの埼玉のモテギモーターさんで教えてもらいながら、これはやりましたね。純正より2センチ3センチ上げてあるっていうか。車の下の面が3センチぐらい上がってる。なんかね、この車エントリー用紙見たら18歳で、しかも8月の十何日とかに免許取ったって噂なんだよね。今8月の28だからもう免許取り立て。で18歳がこんなにいい車乗ってることがすごい。これね、この今回学取りの大会でね、結構目立ってた車だね、ローレル。すっごい綺麗じゃない？もったいないよね、これでドリフトしてぶつけられたりぶつけちゃったりとかしたら。なんか昭和な、なんか自分のお父さんとかが若い時に乗ってたローレルみたいなイメージだね。ローレルって普通 RB20 だったかな、がついてるんだけど、これ SR がついてるね、シルビアとかのエンジン。自分でやったのかな、そういうの聞きたかったけど、オーナーさんが。こっちにもローレル。あれ、このローレルは前回優勝した竹本くんですね。ここにいるってことは前回の学取り東大会優勝で、あれ今あれベスト8走ってるよ。あれ、なんでここにいるんですかね。なんでここにいるんですかね。走りたかったなあれ今年ラスト？いや、来年もあります。あ、来年もまだあります、はい。じゃまだね、心の余裕的にはね、あるけど、前回優勝っていう目で多分みんなに見られてたから、ちょっと悔しいですね。いや、だいぶまあ調子悪かったのもあるんですけど、まあちゃんと動いてたんで、今年は練習不足ですね。変わった？仕様色変えただけです。エンジンとかは何も変わってない？エンジンは2号に乗せ替えて4日前ぐらいにできたんで。それが原因かもね。 2.5 リッターになったけど、タービンが純正になっちゃったんでピークパワーが少なくて、でも下は一緒なんで2500cc の RB25 みたいな感じで、あ、じゃあ20みたいな感じで乗ってました。でも今年は腕ですね、練習不足だと思います。車より去年に比べたら全然練習する時間が少なかった。去年は結構した？去年は13回ぐらい走ってたんですけど、今年はずっと車作ってたりサボってたりして全然。4日前にできたからね。いや全然ショップにお願いしたんですけど、まあいろいろ出来上がるのが遅れちゃって、いろいろあり合わせで作ったんでトラブルも多くて。
今東大会が終わって、それの上位4名と前回やった西大会の上位4名の東西対決、これからスタートするんですが、もうねたった今だね、決勝戦が東西決定戦が決まるほんの10分前に雨が降ってきちゃったので、何かドラマが生まれそうな予感ここに来るまでにね、もう結構泣いてる学生たちがいるぐらい結構ドラマが生まれてるので、決定戦もお楽しみに。今回の東西のベスト8だ、 4位から4位のベスト8はロードスターもいて MR2 とかもいたんだよね。そうなるとこの雨のおかげで勝てたっていう車も出てきそうだな。今日は朝からずっと路面はドライだったんだよね。だから急にこのウェットを走れってなったら難しいかもね。これだね、さっき壊れちゃった車、無事に直ってますね。オイルクーラーのが抜けちゃってオイルが漏れてたんだけど、漏れた状態で結構走っちゃったんだよね。だからエンジンまで行っちゃってるか行ってないかみたいなので、一応直ったって言って今練習走行出てたけど、どうでしょう、またピットに戻ったみたい。戻ってこれるかな。さっきね見てたんだけど、わーおリタイアだって。さっきねヘルメットしてても分かるぐらいめっちゃ泣いてたの。あの子ね今回4回目かな、前回もねすげえ泣いてたんだよ。まあ、前回はねちょっと自分がやっちゃいけないことやっちゃったんだよね、バーンアウトっていうのはやっちゃいけないんだけど、多分今もすげえ泣いてると思うし、多分それを想像しただけで今私がここで泣けるなんかねドリフトってあんまいいイメージないけどね、学取りを見るとね本当甲子園と変わんないぐらいみんな必死でね、今めっちゃ泣いてんだろうな。え、ちょっとすごい泣ける私も。別になんか別に野村くんに思い入れがあるわけではないんだけどまあ話を聞きに行きたいとこなんですが、本番も何分前なのでさすがにちょっとズーズーしすぎるかなと思い、遠くから見届けようかな。3位決定戦が東の1位と西の1位だったので、今東の1位が勝ったって。でこれから決勝戦、東西決勝戦で、今年の学取りの東西決定戦はなんと最終決勝戦が西の2位と3位、東の子はみんな負けちゃったんだね。学取りって東西1位が一番偉いみたいなところがあるから、一番うまいみたいなところがあるから、東で1位西で1位取ったとしても東西で1位取れないと総合優勝にはならないんだな。ここからが決勝戦の最後の走り。くれくれ仕様ですね。学取りにはねくれくれって言ってね、協賛してる会社たちが何社かいまして、それにエントリーすると、エントリーして選ばれるとその会社の部品をくれるっていうくれくれタイムっていうのが存在するんですけど、これはどれだけ必死にアピールするかっていうのが重要で、アイラブスタンスマジック、お、スタンスマジックに応募したんだね。ということで学取りもあと表彰式で無事終わりそうですね。これからもいろんなイベントレポート行きたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。学生の総合決定戦今年3回目の学取りで、去年も日光まで来させてもらって
初戦で負けてとても悔しい思いをして普段地元の大会とか出て吹奏とかも取っても負けてもそこまで相手が自分で走ってる歴も長いし年も取ってるし仕方ないなと思ってでも学取りで負けたら本当に悔しくて今年こう勝てて本当に嬉しかったですありがとうございました。どうもありがとうございました。投げ込みです。